どうも、一応です。今回はダークオーディヌ記憶風パで挑みたいと思います。はい、魔法パですね。まあ、風は物理で行く人が多いと思うんですけど、僕は魔法パで行きます。はい、上から風神がチェイン、バルバリシア、アルフィノが覚醒で削って、ウララバニナで回復。まあ、至ってシンプルですね。魔石はこんな感じ。で、サブの一番上、ラクシュミ。これ作ってきました。ツイッターでね、見かけたんだけど、これがかなり回復量上がるということで、はい。連れてきております。行きましょう。バルバリシアは先に覚醒入って、覚醒が切れたら超絶でまとう。その後にオバフロオギを打ちたい。展開戦術からの覚醒っていう流れはまあお決まりのアルフィのパターン、それでいきたいと思います。いつものままですけどねはい。まあ、とにかくこの風で攻める場合がですね、硬くて、本当は初め物理で挑んでたんですけど、全然ダメージが出ない。はい。なので、魔法パーに変えました。こっちの方がダメージがね、出るんですよ。まあ、召喚は倍率が高いっていうのもあるんですけど、はい、もう物理は全然ダメでした。で、やっぱりやることが多くて、この風で攻める場合は。マイティーガードをデスペルで剥がさなきゃいけない。あとは、防御、魔防をアップしてくるなんか、バフをこいつ打ってくるんですけど、それを剥がすのに、クラッシュターンを剥がすというか、上書きか、しなきゃいけない。っていう、ね。本当なんかね、めんどくさい。いろいろやらなきゃいけないっていう。なので、とりあえずデスペルは打ちます。だけども、クラッシュタンが持ってきてません。はい。クラッシュタンで上書きしなくても、そこそこダメージ出るので、まあ、それでも押し切っちゃう作戦。まあ、無視ですよね。無視でいこうと思います。物理はさすがに無視できなくて、まあ、ファリスもチェイン持ってるんで、ファリスでね、まあ、やってたんですけど、なかなかやっぱダメージが出なくて、はい、困ってました。とにかく強式レベルを下げることができないので、風で攻める場合はなので、もうとにかくアルフィノが召喚で、強式レベルを下げる、下げてからバルバリシアが何ですか、削るという、そういう感じですけど、まあでも先にバルバリシアが覚醒に入るんで、先にね、覚醒終わっちゃうんですけども、終わっちゃったらまた次の手段がありますから、もうね、マスキ呼んじゃってもいい気もするけどな。はい。いや、 やっぱりラクシュミの効果もあって、だいぶ回復量がね、はい、上がりましたね。1700か800ぐらいしか回復しなかったんだけど、それ3000ぐらいね、回復するからだいぶいいですね。これですね。これがなんかあれなんでしょう、防御魔防アップかなので、ここで本当はクラッシュ単語で上書きすればいいんだろうけども、もう、あえて、無視。うららはちょっと混ぜましょうか、ここ。ちょっとね、いかつい攻撃が来るんで、OK。あ、いいダメージ出てますね。上書きしなくても、このまま、押し切ります。もうね、今までね、アルフィノいろんな属性回ってきましたけど、ここが本当のね、アルフィノの見せ場ですからね、本職。ここでね、ちょっと、頑張ってもらいたい。OK。もう、バニラはとにかく怒りまくる。ゲージを溜めながら回復。どうだ？
ちょっとチェーン途切れちゃうかな、多分。OK。バニラもう一回覚醒いけるかな、もう切れちゃう感じだけど。ナイス。ああ、最後の最後まで使い切ったって感じですね。ああ、切れちゃったところで怒りやっちゃった。これちょっとミスった感じかな。ミスっちゃったかな。ああ、チェーンなしでもカンスト。これですよ。OK。OK。なんとかね、チェーン先に貼ってからの、よし、チェーン貼った。でもどうだろうか、限界突破してくれないと思いますね。あー、全然ダメですね。全然ダメだ。こうなると、アルフィノで削りたい。ここで踏みとど入れる。はい、オッケー。アルフィノ次覚醒入るから、ちょっとまだしばらくこれあれですね、強式レベル下げることできないな。よし、ちょっと待って、こうバニラまだゲージがある。魔力アップ、アレグロの方良かったかな、どうかな、自信。どうしよう、悩みますね、ここね。回復させとくか。よし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 、とにかくチェーンを稼いでくれ。これでいくらかはダメージ、どうだろう。もう一回いくか、回復。 HP 高い状態でバルバリシア攻撃したい。えい、あー、ダメだ、ダメージ受けちゃったね。くそー、なかなかうまくいかないもんですな。あー、ダメだね。でもまあ次アルフィノ攻撃できるから、そこで強式レベルを下げたい。回復、はいよ、 OK。 よし、 OK。 下げろ下げろ、もう一丁。これでバルバリシア、あれだと思う。多分、限界突破してくれるとは思う。とっとと最終フェーズ持っていこう。OK。はい、OK。クエイが、やばい、踏みとど使っちゃった。まあいいや、最終フェーズまで持ってきゃいいだけの話なんでね。このもうちょっとだから、ここで持っていけば
どうだろうか。ここで風神は暴風神を使っちゃう。お、ナイスだ、ナイスだ。これは救いの一手だ。まだダメか。回復しちゃおう。これちょっと不安だ、ちょっと不安。これ最終フェーズ入る前に向こうが攻撃してくると今度全滅の可能性があるから、これででもいったか。あー、いっちゃったね。ちょっと今の回復無駄になっちゃったけど、まあ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 、まあいいでしょう。グングニルが飛んでくる。はい、オッケー。バルバリシアの覚醒のバリアの効果もあってダメージは少なく済んだ。チェインウッドか、どうするか。ここどうする。ここは竜巻、マギカルも入れちゃえ。短縮短縮、よし。大丈夫か。もうここでどうだろう、ファブラメージ打っちゃってもいいんじゃねえかな。どうかな。いや、怒り入れとくか一発。ナイスだナイスだ。こりゃ止めておいた、おら。よし、一発怒り入れとくか。竜巻、怒りなしでももうこれ押し切れそうっちゃ押し切れそうな気もするけどな。エレメンタルドライブ来たね。大丈夫かな。踏みとど入ってないからね。返せ返せ返せ。よーし、いいぞ。もうちょいだ、頑張れ。あー足りねえ、全然足りない。うらら落ちるかな。大丈夫だね。あ、踏みとど入ってたか。オッケー。うららは使ってなかったのかな。かもね、多分そうだね。助かった。よし、オッケー。さあ、バルバリシア、オバフローに行こう。よいしょ、もうちょいもうちょい、勝てるぞ。はい、オッケー、いいね。はい、もう一回、もう一回、なしか。オバフロー奥義、バニラはメイジ行け。大丈夫だよな。メイジで決まるかな、これは。どうかな。オバフロー奥なしでも、いったかな。よし。はい。微妙に残ったね。微妙に残ったけど、まあまあまあ。いや、これもチェーンギリギリとかに打てば全部ね、カンストなんだけど、まあ、これでいいです。はい、オッケー。よっしゃ。いやー、きつかったですね。風は本当に硬くて。はい、もう、どうしようかなって思ってたんだけど、やっぱりね、頼みの綱はアルフィノさん、アルフィノさんとバルバルシアがすごくいいコンビで、勝てました。
はい、マギアはこんなもんです。全然ね上げてないんですけど、はい、それでもなんとかいきました。やっぱねアルフィノ強いっすね。よし、というわけで6属性倒せました。あとは聖闇、あと毒か、毒はもう全然問題外なので僕弱いし、まあなのであとは聖闇ですね。はい、まあ聖闇もね倒せたら動画にしておきたいと思います。はい、じゃあ今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。